いてチームジェイコブプレゼンテーションに移りたいと思います。ぜひ、はい、頑張ってください。じゃあまずですね、ジェイさん、キャラクター分析をお願いします。はい、一応ちょっと前の皆さんがいっぱいいてちょっと緊張したんですけども最近ジェイコブの分析をしたので、一応狼なんてすごくかっこいいじゃないですか。ですごくなりたかった第2位の生まれた時の人間じゃなくて動物としたら僕は狼になりたくて、おお、はい、すごく魅力的な動物だと思うんですけども、それほどすごくかっこいい人だと思うし、性格的にもなんか情熱的な人に見えるし、そしてなんか積極的な感じがするんで、すごくいい人だと思うんですよね。はい、僕が思ったジェイコップはですね、初めてこのジェイコップというキャラクターを見るとすごくこう肉大好きな顔してるんですよ。そうですね、そうでもなかったです。野菜も食べて、はい、だから筋肉もこうそこまで分析したんですよ。そこまで細かいところで素晴らしい、素晴らしいです。そうですよ。で、あとオオカミっていうものはオオカミ男ってイメージがちょっとチャラいんじゃないですか。韓国でそういう言葉があります。狼男っていうのはとてもチャラい男っていう意味なんですけれども、ジェイコブは絶対チャラくなかったんです。とても、優しくて自分が好きな女の子だけの愛をちゃんと分かっているそういう素敵な男だと分析をしました。上品な人。